安心なさい。さあ、こちらですよ。行きましょう。ここまで大変だったでしょう。みんな、ご飯にしましょう。さあ、座って。これは、何の真似だ。大切な儀式の前には、しっかりと腹ごしらえしないと。冷めてしまう前に。さあ、召し上がれ。何？ふざけんな！ギル、落ち着いて。ホログラフです。ジュリウスはどこだ？早くジュリウスを出せ。お静かに。彼は今ぐっすりと寝ているのです。邪魔をしてはいけませんよ。こうやってあなたたちとお話しするのも久しぶりですね。みんな元気そうで安心しましたよ。彼が目覚めるまでもう少しお話ししましょうか。あなたたちの極東支部での活躍もいろいろ聞かせてほしいわ。あんたの狙いは何だ？何が目的だ？ギル、それは愚問ですよ。人がなすべきことはすべて意志の力によるものです。あえて答えるなら、今に至るすべて、人類が乗り越えるべき試練すべてに打ち勝つことが私の目的です。ラケル先生、質問があります。ずいぶんと懐かしい尋ね方ね、シエル。あの頃を思い出すわ。質問をどうぞ。レア先生からいろいろお聞きしました。父親や実の姉、養護施設の子供たち、そして黒種病の患者たちと人気兵、それら全てをジュリウスに捧げたことで、あなたは何をしようとしているのですか？あなたはいつからその邪悪な計画を進めてきたのですか？いい質問ですね、シエル。いいでしょう。ご褒美に一つ昔話をしてあげましょう。それは荒神と一つになった女の子のお話。ねえお父様、私とラケル前よりずっと仲良くなったのよ。そうか、お父さん、とっても嬉しいよ。お母さんもきっと天国で二人のことを喜んでいるよ。ラケルね、ずっとずっと優しくなったの。もう全然喧嘩してないよ。でもね、たまに話しかけてもぼんやりしてたり、ずっと一人でブツブツ喋ってたりすることがあるの。レア、心配しなくていいよ。私もあれぐらいの頃はそよぐ風や揺れる木々に問いかけたりしていたもんさ。ラケルはいい科学者になるかもしれないな。自然と向き合って対話ができることがいい研究者の条件だからね。じゃあレアも科学者になる。私もなれるかな。きっとなれるぞ。姉妹揃って
この世界のためになる立派な科学者にね。うん、分かってる。お姉さま、お父さま、私もダメだってことは、何もかも残さず全部食べることが一番偉いんだよね。いろいろなものを食べられないとダメなんだよね。うん、わかった。きっと見つけるよ。どんなものでも食べられる、そんな人を。私の中の荒ぶる神はずっと私に囁き続けてくれた。弱肉強食の修練、終末の捕食をこの世に表せと。そして私はジュリウスを見出した。あらゆる変色因子を受け入れる奇跡の体質を持った選ばれた子を。ジュリウスの目覚めが近いようです。そろそろ最後の下ごしらえを始めましょう。みんないらっしゃい。続きは下で。世界において耐えることのない唯一の真理。滅びる者が弱者、生き残る者が強者。一つの例外もなく適用されるこの世の法則。終末捕食、絶対の強者、特異点だけに許された新たな秩序をもたらす最後の晩餐。創生から繰り返された大規模な変異、それはすべて終末捕食によってなされてきた。終末捕食は地球の再生、行き過ぎた進化のアポトーシスであり、すべての生命力を再分配する神の御業。なのに人だけが荒ぶる神の意志に逆らい、旧態依然とした無秩序を守ろうとしている。そんな愚かな人間の意志に汚され、直近の特異点は38万キロメートル彼方の楽園、月に追いやられてしまった。でも私のジュリウスなら。あれもホログラフかな。いえ、あれは私ブラッドに最後の任務を命じます。私と共にジュリウスの最初の荷へとなりなさい。